今日は仕事が休み。食品の買い出しをしてきました。今週はいろいろと慌ただしくて食生活が乱れてしまいました。今日はしっかり栄養をとります。心配事だったり悩みというものは誰だって常にあることでしょう。そういう困難や失敗に直面して心に不安や動揺を生じても、それを抑え、それを処理し、平然として変わらずに日常をこなせるかどうか、キムチと納豆、茹でたささみをほぐしていきます。卵を1個、余っていた小ネギを使い切ります。出来上がりました。手間も少なく簡単にできておすすめです。晩ご飯を作ります。白菜と舞茸をめんつゆで煮ます。出来上がりました。これはよく作るのですが、舞茸と合わせて大根、人参、
白菜などめんつゆで煮るだけなので簡単です。